人はエーシラヌに勤めてこの箱をまかねさせたまえるにぞ。親しき限りの人々思い合わせることどもありける。オンサラどもなどいつの間にかいつの間にかしいでけん。けそく糸強羅にして持ち犬様もことさらび糸おかしゅう整えたり。小納言は糸講師もやとこそ思い聞こえさせつれ。哀れにかたじけなくおぼし至らぬことなきおん心ばよ。まず打ち泣かれぬ。さてもうちうちにのたまわせような。かの人もいかに思いつらんとささめきあえり。で、他の人はそんなこととは全く知ることもなくって、で翌朝早く、明くる朝早くこの箱を、その香合の箱ですね、その香合の箱をまかでさせたまえるにぞ。お下げ私になったことで、それで親しき限りの人々思い合わせることどもありける。お近くに仕えている限りの人々、姫のお身近に仕えている限りの人々、さてはと思い当たることがあったことだった。おんさらどもなどいつの間にかしいでけん。その餅を乗せる皿なんかも一体いつの間に準備したのであっただろうか。けそく糸強羅にして餅犬様もことさらび糸おかしを整えたり。けそくってのは鼻の形をしたこう机の足ですね。机のあの足のところにね、こう鼻の形にこう食ってある、そういう飾り机です。だから餅を乗せる皿、あるいはその皿をまた乗せる飾り机など、大層さっぱりとしたものを整えて、そして、ミカの餅のその餅の様ことさらび、大層特別に心を込めて作ってあって、糸をおかしゅう整えたり、大層結構に整えられていた。まあ、これ水の働きでしょうね。でそれを見て乳母の小納言は糸講師もやとこそ思い聞こえさせつれ、哀れにかたじけなくおぼし至らぬことなき御心ばよをまず打ち泣かれぬ。これほどになすってくださったのだろうか。まさかこんなになさる、なさってくださるとは思いもしなかったというふうな感動の言葉ですね。姫君に対してこれほどまで細々とした配慮をしてくださっていたのだろうかとこそ思い聞こえさせつれとお思い申し上げ、哀れにかたじけなくしみじみと心にしみてありがたく、源氏の君のお心の届かないところとてはない、そのお心配りをまず泣かないではいられなかった。姫君に対するこの細やかなお心配りを乳母はまず泣かないではいられなかった。さてもうちうちにのたまわせよな。かの人もいかに思いつらん。
まあ、それにつけても少納言の胸の内ですね。こんなことを思い巡らしていらっしゃるのならば、私に内々にでも言いつけてくださったらよかったのにな。こうなってみると、一切を配慮してくれたこれみつ、あの人もどんなに思ってたろうかしら。気の利かない乳母だというふうに思ったかしらとささめき合っていたことだった。おそらく内々で、ね、こっそりと胸の内を打ち明け合っていたことだった。もこれで、まあ、あの新枕の事件が終わったわけです。ちょっとここで休憩にいたします。